はい、今回はですね、ハットのテクニック、こちらをご紹介します。ハイハットを皆さんどんな風に、例えば8ビートだったり4、16、32、いろんなビートがありますけども、どんな風に演奏しているでしょうか。まあ、以前紹介したんですけど、一般的なダウンアップ、ダウンアップ、まあこういうやり方があるんですけど、これをいかに早くよりこうスピードアップして演奏するか、こちらの練習法をご紹介します。例えばですね、まあ、みたいにですね、こう途中でハットをこの細かい動きをどうやるのか、こちら今回ご紹介したいと思います。まあ、大きく分けて2つこのやり方あるんですけども、1つはですね、グリップを完全に握った状態でこうまず落とします。でここでこのショルダーから肘のにかけて、この部分でこういう動きをします。一回落としたら上げる、引く、上げる、感覚としてはですね、こう前に押し出す、そして引く、前に押し出す、引く、こんな感じですね。で、2つ目がですね、フィンガー、こちらをテクニックですね。これはまあ以前紹介したんですけども、この動きに合わせてこの指の力で、2つのやり方があるんですけども、まずゆっくりから始めてみてください。まあ、どちらでも構わないので、こうこれぐらいのスピードからまず、始めて、徐々に、速くしていくと。そんな感じでこのハイハットワークス、皆さんもぜひ試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。